かったっていうところが多かったと思うんで、まあ、そういった意味では今日ゼロから入れたので、しっかりと自分のピッチングができたんじゃないかなと思いますけどね。これを果たして交流戦、まあ、去年はこの交流戦から一気に勝ち星を重ねていった山口ですが、また交流戦で復調のきっかけをつかんだかどうか、まあ、勝利投手の権利を得て持ったままマウンドを降ります。マウンド上には大原が上がります。6安打失点は2という山口投手、ご覧の成績でした。106球、先頭バッターは結局全部取りましたね。まあそういったところも大きかったと思いますよね。はい、フォアボールも4つ与えてはいるものの、こことというところは抑えていきました。あとはもう中継ぎ以降を託します。まずはその筆頭は大原慎二です。5年目のサウスポー。今シーズンは2試合目。つい先だって1軍に上がってまいりました。貴重なサウスポーです。26日に大原、林、2枚の左腕を1軍に上げました。ベイスターズもまだ去年の抑えだった2年目の三上投手もね、まだ怪我の部分があって出遅れていたんですが、この辺り戻ってくるとさらに中継ぎ以降は分厚くなるなという印象があります。そういう意味ではベイスターズは本当に中継ぎ以降がだいぶ固まりつつありますかね、去年までと比べると。そうですね、まあ、国吉投手の方もね、その先発からこの中継ぎに変わったということで、はい、まあ、短いイニングということでね、まあ、気持ちも、少し、入れ方っていうのは変わったと思うので、はい、まあ、結果は出てますよね。そうですね、先発も枚数はある程度固まって中継ぎの循環もできていますベイスターズ。まあ、一つ問題があるのはやっぱり先発陣がちょっと踏ん張りきれてないかなというところが、はい、ベイスターズの方もありますから、初球から打っていったセンターフライは伸びはどうでしょう。荒波が右往左往しながら取りました。一塁ランナーは清田、慌てて戻ります。ちょっとまでやはり上がると何が起こるかわからない今日のゲーム、今ジェスチャーで見せていますけれども、風4メートルなんですが、ちょっと選手のそれぞれの取り方が非常に独特です。今日はしっかりとボールを捉えるという落下点に入る選手はなかなかいません。今日のフライです。まあ、でもベイスターズが逆転勝ちが多いっていうのはやっぱり先発の後のピッチャーもリードされながらしっかり守ってるっていうところがあるんでしょうね。まあ、それもありますし、はい、やっぱり打線の方が粘り強くなったと思うんですよね。その諦めないということがかなり、強くなったと思うので、まあ、それがそういう結果につながってると思うんですよね。一方のロッテは今シーズン21勝のうち、失礼、23勝のうち逆転勝ち9となっていますが、今日は逆転のチャンスがあるか。角中です。先ほどはタイムリー、左対左となりました。ぐらいになるとやっぱりその左ピッチャーが来てもそれほど苦にはしないんですから、はい、そうですね、まあ、左を苦にしているのであれば、スターティングメンバーの時に左ピッチャーが来ていれば外れているところもちょっと出てますからね、まあ、本当に苦にはしないですし、なおロッテの逆転勝ち、失礼しました、11回です。このシーズン11勝は逆転勝ち、23勝のうち11勝です。空振り、
ほどもかなり高め外のボールをレフトの方に持っていきました。5回のタイムリーは反撃の1点、一塁ランナー帰れば同点です。マリーンズ7回の裏、捉えて左中間方向、伸びていく伸びていく、荒波どうだ、取れません。さあ一塁ランナーもすでに2塁から3塁を回っている。同点だ同点だ、竹中は3塁へ。今清田ホームイン、竹中タイムリースリーベースで同点、3対3、追いつきました。マリーンズ一瞬のチャンスをものにしました。雨の中左中間へ打球を伸びていきました。そして山口の勝ちがここで消えます。中畑監督が出てきました。ピッチャー交代です。いやー、宮田さん、打球は相当伸びていきましたですね。そうですね、まあ、多分風向きだと思うんですけども、まあ、普段はね、右中間が伸びるんですけども、はい、若干右中間の方が戻されてるっていう感じの、その野手の、取り方だったので、そうでしたね。まあ、そのいくまで逆に左中間の方が伸びてるっていう感じだったんでしょうね。はい、先ほどはライトフライかなと思った打球がロッテですが、中村選手セカンドが下がって取ったんですね。そうですね、それまでのね、やっぱりその一塁のファールフライも戻ってきてましたから。そういうことなんですね。ってなると風向きが反対方向ということで、はい、左中間方向は伸びる感じだと思うんですよね。首位を走るベイスターズですが、中畑監督、まあ、接戦が続くこの交流戦、昨日は1点差及ばず、今日は追いつかれました。先発山口投手、したがって勝ちはなくなって3番手、長田が上がっています。